KFM 78 Because of you with Ivory Hata。時刻は10時30分を回りました。ベイ FM フリハタイの Because of You、 フリボーイズ、フリガールズの皆様、こんばんは。会いたい、愛して会いに中、愛の三拍子、フリハタイです。よろしくお願いします。10月に入りましたね、なんていうお話をしてるんですけども、なんといってもですよ、9月の29日にファーストライブツアーアポロのブルーレイと、そしてファーストシングルハネムーンが同時に世に放たれたわけなんですけども、リスナーの皆さん、フリーボーイズ、フリーガールズの皆さんは聞いていただけたでしょうかね。そして見ていただけたでしょうかという話なんですけども、いやー、あっという間にリリースされましたね、どちらも。なんかこの番組でもいよいよ発売されますとか、もうこんな楽曲ですみたいなお話をずっとしてたんですけども、いやー、こうして、皆さんのお手元に届いて見て聞いてしていただいて、なんか本当に嬉しく、シンプルに嬉しく思うと同時にですね、なんか本当に1周年経ってよりこう自分のやりたいことっていうのが研ぎ澄まされたというか、いや、変わらずブレずにやっているなっていうのを再確認したリリースでもありました。まあでもそれもこれも本当に、なんか応援してくださる皆さんがこう懐が広いというか、本当に優しいのでね、私もこうして甘えてしまうんですけども、まあ、ただなんかこう皆さんに楽しんでいただけるように、どんどん私もこの調子でブレずにやっていこうかなって思いました。そして、このリリースを記念した取り下ろしのライブ特番が先日行われまして、スペシャプラスさんで放送されたわけなんですけども、こちら皆さん見ていただけたでしょうか。本当に久しぶりのライブ映像を皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思います。実際にファーストライブツアーを一緒に、走ってくださったバンドメンバーさんたちとステージだったので、私もその時は久しぶりに会えて嬉しかったんですけども、多分ファーストライブツアーを終えて結構すぐだったんで、あ、また皆さんとステージでライブができるんですね、なんてお話をちらっとしました。もうだからこうある意味ファーストライブツアーの千秋楽をこのスペシャプラスさんでさせていただいたんじゃないかなっていう感覚でした。楽しかったです。はい、またなんか出させてくださいスペシャさんみたいなお願いしますみたいな、ここで言わせてもらうとすいませんみたいな。はい、ということで皆さん、ラジオを聞きながら感想ツイートぜひぜひお願いします。スペシャプラスさんでの番組良かったとか、ファーストシングル良かったぞ、ブルーレイ買ったぞみたいなね、エンドロールに自分が乗りましたみたいなそんなお話を皆さん、ハッシュタグフリボーイでつぶやいていただければなと思います。フリはカタカナ、ボーイは英字です。どしどしじゃんじゃんつぶやいてください。それではですね、フリハタイの Because of You、 オープニングナンバーはこちらの楽曲ですね。9月29日にリリースされました、私のファーストシングルから、フリハタイでハネムーン。 Because of You withベイ FM フリハタイの Because of You、 改めましてこんばんは、フリハタイです。ではでは、リリース後初めてのラジオなのでね、いろいろたくさんメールいただいておりますのでご紹介します。フリガールかなまるさんです、ありがとうございます。フリリン、こんばんは。こんばんは。アーティストデビューとアイオープナー開設1周年おめでとうございます、ありがとうございます。1周年当日に長丁場にわたって行われたファンクラブイベント、本当にお疲れ様でした。私は残念ながら一部は当たらなかったのですが、フリリンとお話しされた常連さんの感想ツイートを見て羨ましいと思うとともに、幸せをお裾分けしてもらったような気持ちになりました。また2部の配信ではフリリンとお話しすることが叶わなかった人たちのことも考えてくれて、すでに次の機会を設けようとしてくれているのが分かってとても嬉しかったです。いつもファンのことを考えてくれてありがとうございます。
途中でスタッフさんの素敵なサプライズなんかもあって、こちらの心も温かくなりました。自分の好きを突き通すフリリンが大好きです。これからもとことん好きを突き詰めて、いろんなフリリンワールドを見せてください。どこまでもついていきます。ありがとうございます。かなまるさん、いつもありがとう。そうなんです、ちょうど本当にアーティストデビューが9月23日で、私のファンクラブサイトの開設も9月23日にオープンしてっていうので、いろいろが重なった日にイベントを行わせていただきました。ご参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ファンクラブの皆さんの呼び名が常連さんっていう、ファンクラブがちょっとバーをイメージしたファンクラブで、なんでファンの皆さんの名称は常連さんという風につけてるんですけど、そうなんですよ、本当にたくさんの方が会いに来てくださって、1対1のオンラインイベントみたいなことをやったんです。私と常連さんと本当にお店に来ているような感覚でおしゃべりするみたいな、多分5分の人と10分の人と15分の人とっていう、まあ、時間で区切っちゃってたんですけど、1対1でおしゃべりしちゃいました。すごい楽しかったです。なんかいつもリリースイベントってなると、やっぱり大勢の方たちが後ろにいて、1対1の空間っていうよりかは本当イベントの空間なんですけど、今回のファンクラブイベントは本当に1対1だったんで、ちょっと本当プライベートな感覚というか、私もちょっといろんなことを忘れて振り旗愛として喋ったっていうか、本当に素の自分と皆さんとおしゃべりして、すごい貴重な経験でした。でそんなファンクラブを終えて、私SNS でいいねを最近押し始めてるんですけど、なんかこう応援してくださる皆さんにいいねって実は押したことがなかったんですけど、ちょっとこの日は特別という感じで、そのファンクラブのハッシュタグをつけてくださった皆さんのところに行っていいねをしてきました。すごく素敵なツイート、皆さんありがとうございます。そんなこんなで、そうですね、ファンクラブ開設からのイベントは本当に素敵な一日を迎えられることができました。ぜひ、こうして番組聞いてくださっているフリーボーイズフリーガールズで、まだファンクラブ入ってないぞ、フリハタどんなファンクラブやってるんだなんて興味を持ってくださった皆さん、ぜひ常連さんになってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。続いてフリーボーイミッピーさんです。ありがとうございます。フリリン、こんばんは。こんばんは。初回から聞いていますが、こちらの番組には初めてお便りさせていただきました。嬉しいですね。さて、自分が今気になっていることですが、番組放送中のハッシュタグフリボーイです。なんだろう。というのも、この番組では自分の青春時代にリアタイで流れていた楽曲が流れることが多いのですが、その曲に対するリスナーさんたちがつぶやく、どうせないならそうそうそれという思い出や、自分も知らなかったうんちくが本当同窓会みたいで楽しいです。本来ならライブツアーアテンションプリーズ終演後にでも集まってリアル80年代トークに花を咲かせたいところですが、昨今の状況ではなかなか難しく、毎週ツイッタータグで盛り上がっています。フリリンもよく実況ツイートしてくれてますしね。それではいよいよ間近に迫ってきたライブツアーでの素敵なパフォーマンス楽しみにしていますと。ミッピーさん、ありがとうございます。そうですね、なんか本当に特殊な番組をやってるなってツイッターのハッシュタグを見ながら思うんですけど、ただ本当に同世代の方もいらっしゃれば、自分より若い方たちも聞いていたりして、あ、こんな楽曲があったんだ、発見があったっていうつぶやきもあったりして、本当にいろんな世代の方たちが聞いてくださっているんだなっていうのを毎度毎度ハッシュタグフリボーイで感じますね。ただ本当にミッピーさんもおっしゃる通りで、こんな状況じゃなければ本当にね、オフ会じゃないですけど、ライブ後に集まってもう私の話じゃんじゃんしてもらいたいなって思います。お酒を交わしながらね。え、まあでも本当にそれは逆にできた時が本当にね、嬉しいのひとしおだと思うんで、ちょっとここは我慢の時かなと思うんですけど、ただこの番組では本当に皆さんオフトークだったりオフ会ぐらいのテンション感でたくさんつぶやいていただければなと思います。
今日もなかなか懐かしい曲流すんで楽しみにしてもらえたらなって思ってます。そして、いよいよですね、10月に入りまして、本当にいよいよセカンドライブツアーが始まるので、私も多分リハーサル絶賛してる最中だと思ってますね。え、今回またバンドの方たちもちょっと変わったりもして、あとはバンマスもね、西健さんだったりプロデューサーの本間さんがバンマスでいらっしゃったりみたいな、また違った編成で見れますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。ありがとうございます。続きまして、フリガール、ルリリンです。あ、いつもルリリンさんはね、ルリリンって言っちゃう、ルリリンさんです。ありがとうございます。古畑さん、こんばんは。こんばんは。今夜は古畑さんに紹介したい居酒屋があります。お、いいですね。その名も薄利多売半兵衛です。昭和レトロなお店で、店内も昭和チックで、メニューには駄菓子や揚げパン、稲子やカエルなどがあります。飲み物の中には昭和のアニメソングに合わせて光りながら出てくるものもあります。そして何より型抜きがあります。古畑さんは型抜きはご存知でしょうか。型抜きとは、爪楊枝を使って板にデザインされたものを割らずに縁を取り除く遊びです。昔の縁日にはよくあったそうです。今はこのご時世なので難しいですが、いつかぜひ行ってみてくださいということで、お写真もあるんで、ちょっとすごいレトロな、本当にお店、店内なんですよ。ちょっとこうブラウン管のテレビがあって、あとは昭和のレトロな看板がずらーっと壁一面にあって、すごい、なんかすごい情報量過多なお店なんですけど、で、一番気になるのがそれこそ型抜き、やっぱこうお店ですけど縁日みたいなコンセプトなんですかね。そういう遊び心があるものがたくさんありそうな店内ですね。これは行ってみたいな。本当にいろいろ開けたらお酒飲みたいな。ホッピーかな、外かな中かなみたいな、本当それぐらいのお店ですね。すごい楽しそうだし、私が見てるのだとちょうど畳のね、ところもあったりもして、落ち着いた感じでワイワイガヤガヤしたいですね。本当にね、こんなところがあるとは知らなかったです。ただちょっと気になるのが、稲子やカエルもあるっていう、私長野県出身で、稲子はまあ長野でも食べられてはいたんですよ。で、まあそうですね、なかなかね、虫ですからなかなか皆さん食べる機会ってないと思うんですけど、ゲテモノも食べれるお店っていうのにちょっと興味があります。カエルは食べたことないんで、カエルとか鶏肉みたいな味がするんでしょ、確かね。ちょっと確かめてみたいななんて思いますし、本当にバラエティに富んだ居酒屋さん、これはぜひ興味ある皆さん、ぜひぜひ足を運んでみてください。薄利多売半兵衛さんです。ぜひぜひ、ありがとうございます。続いて、こけしさんですね。ありがとうございます。フリリン、こんばんは。こんばんは。以前放送でフリリンがベイブ好きだと言っていましたよね。僕はその当時小学生だったのですが、ベイブが好きで、よく I don't know や Give me up などを聞いていたのを思い出しました。そこでズーズーしいお願いなのですが、久しぶりにベイブの歌が聴きたくなってしまったので、フリリンおすすめのベイブの曲をぜひとも流してもらえませんでしょうか。いただきました。嬉しいですね、こんなメール。ベイブとはですね、1980年代後半に活動した日本の女性デュオタレントさんたちです。1987年に当時流行っていたユーロビートのカバー曲 Give Me Up でデビュー、激しいダンスを踊られている女性デュオさんなんですよ。で、活動期間がすごく短くて、1990年、3月31日には解散されちゃったっていう、いわゆる伝説の女性デュオですね。でも、ただ楽曲は皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思います。映像なんかもちらほら番組でも取り上げられてたりするんですけど、ただ私も好きな曲っていうと、皆さんにも聞いてもらいたい曲っていうと、やっぱね、楽曲じゃないかなと思いますね。そうですね。これが一番今のテンション感では聞きたいかなと思いますね。こけしさんのリクエストですね。では、お答えしまして、この楽曲聴いていただきたいと思います。ベイブで Give Me Up。 やっぱデビュー曲じゃないですか、一番は。
でやっぱりあの2人が踊っている姿もすごく目に浮かぶね、本当にあの某有名なねアーティストさんぐらいマイクの位置変わんないんですよ2人とも大体で白い衣装だったりしてすごい可愛らしい印象なんですけども、ただダンスはすごく激しい、真似できないっていうね。はい、ということでお送りしましたのはこけしさんからのリクエスト、ベイブでギブミアップでした。ではではここで私の楽曲もお届けしようかなと思います。いよいよねセカンドライブツアーアテンションプリーズが始まるということで、そのセカンドライブツアーのために書き下ろした楽曲をここでも皆さんにお届けしちゃいたいと思います。プリハタアイで真夜中のフライト、約束の時。お送りしたのはプリハタアイで真夜中のフライト、約束の時でした。JOGVFM AFM 78 Because of you with I Furihata さあ、BFM からお送りしています、フリハタイの Because of you、 そろそろお別れのお時間です。皆さんいかがだったでしょうか。懐かしいなウェイブの曲とかって言って、きっとツイッターでは盛り上がってるでしょうね。はい、ギブヤーつってみんなつぶやいてるんじゃないでしょうか。今週も楽しんでいただけたでしょうか。さてさて、このフリハタイのビコーズオブユーでは引き続き皆さんからのメッセージ募集してますよ。今これ気になってます、フリボーイズフリガールズの皆さんが今気になっているものって何ですか。気になっているものだったり、気になっている人、気になっちゃう言葉などなど、どしどし送ってきてください。そして〇〇のおかげで私はこうなりました、あなたのおかげエピソードを送ってきてください。そしてグッときた、景色が見えた、好きな歌詞、ぜひぜひ教えてください。あ、この歌詞聞いたら情景が浮かぶな、この歌詞聞いたらあの時の思い出蘇るな、みたいなのぜひぜひ送ってきてください。ではでは、昭和を彩ったシティポップの名曲も私フリハタに教えてください。まだまだね、知らない楽曲たちがねありますから、ぜひぜひ皆さんいろいろ私に教えてください。邦楽洋楽問いません。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。そして番組公式ツイッターもございますよ。皆さんフォローしてくれてますでしょうかね。いろんなつぶやきしておりますので、ぜひぜひフォローしてね。そしてハッシュタグフリーボーイもじゃんじゃんつぶやいてくださいね。待ってますよ。ではでは、ここでフリハタアイからのお知らせです。私のファーストシングルハネムーンが9月29日水曜日に発売されました。皆さんもうチェックしてくれましたか。ヘビロテして聞いてくださってますか。CD デビューから約1年経ってのタイミングで発売ということなんですけども、本当に1周年気合が入って制作したシングルです。オフィシャル YouTube チャンネルではハネムーンのミュージックビデオも公開されております。こちらもぜひぜひご覧ください。また4月に開催した私の初のライブツアー、フリハタアイファーストライブツアーアポロのブルーレイもシングルと同日に発売されました。オンライン配信でご覧いただいた雨や雪が降ったり歌詞が出たりする画面上の演出ですが、ブルーレイでは演出のオンオフが選択できるようになっております。シングルと合わせてぜひぜひチェックしてください。お願いします。さらに2021年12月3日金曜日にイオンシネマほか全国公開となる映画189の主題歌を私フリハタアイが担当させていただくことになりました。映画のために書き下ろした東から西へという楽曲は、希望を持って前へ進むという決意や勇気が感じられる一曲です。優しくこう包み込むようなバラードとなっています。私自身も作詞今回、映画のためにというので初挑戦だったんですけども、ぜひぜひ聴いていただければなと思います。予告編も公開されておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。そしていよいよ今月からフリハタアイセカンドライブツアーアテンションプリーズを開催します。10月24日日曜日ゼップ羽田を皮切りに、11月13日土曜日ゼップ大阪ベイサイド、そして11月20日土曜日ゼップ名古屋、
11月28日日曜日、ZEPP ダイバーシティ東京にて開催いたします。ファーストシングルハネムーンの初回生産特典として、セカンドライブツアーのバックステージにご招待する抽選申し込み券を封入されています。お申し込みは10月5日火曜日までですので、こちらお忘れなく。皆さんとお会いできるの本当に楽しみですよ。またフリハタへの1周年記念として、10月7日木曜日までアトモスピンク原宿店でポップアップショップ展示が開催されています。コラボレーション商品だったり、私の書いたアート販売など、ここでしか見られないものがあります。そしてオンライン販売もしておりますので、なかなか店舗行けないよって方はオンラインでもご購入可能ですので、そちらもチェックしてみてね。さらに10月9日土曜日から10月11日月曜日まで、有楽町丸い8階にてフリハタイファーストアニバーサリーポップアップショップが開催されます。ライブにて実際に使用した衣装の展示だったり、未公開写真のパネル展示など、このポップアップショップ開催のために作られた記念グッズなどなど発売されます。情報型ですね。ぜひぜひ皆さんお越しください。詳しくは私の公式ホームページ、もしくは Twitter や Instagram ご確認ください。ということで、フリーボーイズフリーガールズの皆さんとはまた来週この時間にお会いしましょう。 BFM フリハタイの Because of You、 お相手は会いたい愛して愛に中愛の三拍子フリハタイでした。